ネズッタマミちゃんです。今日はですね、名探偵コナンミステリーレスラーに行ってきます。イエーイ。ということでね、アトテレスの方も全員はこれからもね、ユニーバのいろんなね最新情報をお届けするので、ぜひね、チャンネル登録、見てコメントお願いします。で、今年もね、ユニーバにはミステレスがやってきたんですよ。で、早速ね、今日はね、モクさんがね、行ってきます。イエーイ。めっちゃ楽しみじゃない？初めて。モクさん、そっか、初めてか。で、モクさん、コナンどう？結構詳しい？うん、まあまあ、その概要ぐらいは知ってるよ。概要してたらまあ、めっちゃ楽しめると思うわ。じゃあ早速ね、今回さ、行くやからさ、あとね、ミスレスを紹介するだけじゃなくて、ミスレスの隣にロンパースランニングテラスっていう店があるんですよ。で、ここにはコナンのね、フードが出てるんですよね。それもね、食べていきます。じゃあ早速今から行こうか。ゴー。で、ここからちょっとナレーションで紹介します。で、モコさん、人生初のミスレスということで初めて。で、俺も1年ぶりやけど、ルールがいろいろ追加されて、うん、まあ、記念撮影の際に使えないカメラがあるんですよね。これ一眼レフとかミラーレフ一眼とか無理らしい。ああ、難しいもんね、扱いがね。確かにね、うん、あとはですね、まあ、毎度ここになるけども、まあ、写真動画撮影は可能やけど、インターネットに上げれるのは写真だけなんですよ。まあ、これ例年通り。そう。あとですね、まあ、記念撮影の際に持ち込むことができないグッズがあるんですよね。ぬいぐるみとかタオルとか。あ、前は行けたね。そうそう、前行けたけど、これもルール変わった。いや、初めてのね、モコさん、ミスレス楽しむやろ。楽しみよ。で、登場人物はコナンと服部平次と、あとはですね、カズハちゃんと、あとはですね、今年初登場のモミジちゃんですね。で、ミスレスはですね、人気やからやっぱりチケット売り切れてることが多いですね。あ、今日は売り切れてたんや。そうでね、まあ前菜やけどこちらです。で、これ上のね、このトマトジュレめちゃくちゃ美味しくなかった？美味しかった。ちょっと酸っぱめが強かったね、トマトジュレの方は。トマトジュレはすごい酸っぱめ強かったけど、ちょっと感じたけど、海鮮の味がしてこの表情っていう。美味しい、めっちゃ美味しかった。これだけでも。あとはですね、このサンドイッチみたいなやつも美味しかったわ。あ、柚子のカナップみたいなやつかな。そうそう、ちょっと酸っぱくて美味しかった。あ、うん、ちょっと酸っぱ甘い感じだったね。酸っぱ甘い感じですね、うん、あとはアイガモのスモークとイカとかも美味しかった、うん、全体的に酢で焼いてある酸っぱめだけど、うん、美味しかったね、どれも。めちゃくちゃ美味しかった、うん、どれも。あとね、もちろんね、パンがつくんですけども、このパン食べ放題っていう、うん、で、何この表情。どこのタイミングなんこれ。だからなんかキャラ取ろうとしたら取れてん。あとね、まあ、食べてる最中にね、キャラたちのショーがあるんですよね、うん、で、今回はですね、平次と、あとはもみじとカズハちゃんが出るんやけど、やっぱこの平次もね、去年からね、平次じゃない、平次か、平次も去年から引き継いで登場なんですよ。で、カズハちゃんも去年から引き続いての登場で、今年からね、初めてね、この大岡もみじがね、登場するんですよね。かわいいもみじちゃん。もみじ好き？好き。好きやった、普通に私は。そうなんや、うん。結構好き嫌い分かれるキャラやでな。あ、そうなんや。うん、で、結構ね、まあ、カラクリのラブレターを見たらよく分かるんやけどさ、うん、例えばこの辺にね、ちょっと平人のことが大好きなんや。うん、で、そこに割って張り込むのがカズハちゃんなんですよ。すごい追いかけとったよ、二人のこと、カズハちゃん。そう、だからこういうラブコメチックなとこがめちゃくちゃ楽しかったわ、ほんまに。あとね、オリジナルキャラクターのこのコンセルジュの人っていうんかな。コンセルジュの人なんかの分からへん。いたし、あとね、バイオリニストの方もいましたね、うん、すごかった、ほんまに生演奏やった。めっちゃよかった、うん、で、なんか料理はですね、この肉料理があったけど、これ美味しかったよな。これめっちゃホロホロで、うん、やばかった、もう一回食べたい。めっちゃ美味しかった、これめっちゃ美味しかった、これは。あとね、これ、あと、甘ダイのやつ。けど、これ俺食べてんやけどさ、うん、これもすごいホロホロで、なんかスープがすごいなんかクリーミーやった。なんかシチュー、クリームシチューみたいな感じ？そう、クリームシチューみたいな感じで美味しかった、うん、これも。あとデザートやね、うん。もうめちゃくちゃチョコレートやったな、これは。ちょっと濃いめのチョコかな、チョコはケーキかな。と、甘酸っぱいフルーツが美味しかったなって感じがした。あとね、まあ、ドリンク、プラスオーダーで頼むことができて、ドリンク頼んだらコースターがついてくるんですよ。うん、で、今回このね、平次と、あとはね、もみじちゃんのね、まあ、ドリンク頼んだけど、このもみじのデザートはめちゃくちゃジンジャーエールやった。あとこのね、平次のミックスジュースはそのままミックスジュースだったけど、うん、ちょっとカルピスっぽい味もしたよね。あ、そう、うん、なんかプルプルしたの入ってて美味しいなって思ったけど、私はあんまカルピス味は感じんかった。あ、そう、なんかクリーミーな味がした、うん、で、これね、食べてる最中にね、運が良かったら隣にこのね、キャラクターが座ってくるんですよ。すっごい人見知り顔してる。そうそう、めっちゃ人見知りやで俺。もうだっていきなりカツハ座ってきたらそんなビビるやろ。で、この時マメちゃんやんなって言われて。なわけないやろ。で、まあ、演奏とかもね、あるからすごい良かった。
食べながら演奏聴けるからな。そうやね、めっちゃ良かったね、うん、これほんまにね、運が良かったらめっちゃコーナーもできます。でもこさんなぜかね弾くんよねこれ。なんかびっくりした。弾きますかって言われて、え、何のことって思ったらほんまに弾かされるっていう。でもこれも逆に言ったら運が良かったかもな、弾けたっていうのが、うん、あとねミスレス恒例のね記念撮影がありましたわ。なんかもみじちゃんにハートしたら、あ、ほんまって言って平次の腕掴み出す。いやいいな、めっちゃいいやんこれ。今回しかこれ見れないかもしれないで、逆に言ったら、うん、でこの後に、まあ、事件が発生するよね。ここのレストランで、で誰が犯人かとかだと見てほしいですけども、まあ、戦闘シーンとかもありますわ、うんうん、かっこよかったね、かっこよかった、うん、でいつも蘭姉ちゃんが結構さ戦うけどさ、うん、今回やっぱ平次がねやっぱ剣道してるから、そのシーンが見れてめっちゃよかったわ。かっこよかったね、めっちゃかっこよかった。で俺この時実はね眠りの心をしたかったんよ。さすがに控えたけどそれは。あとねミステリース体験した人限定でこのミステリースイーツをね買うことができるんよね。でこれやけどね今回ねバイオリンがね結構テーマやから、もう切ったらこのバイオリンの譜面みたいなのになってるよねこれ、うん、すごいね細かいね、めちゃくちゃ芸が細かい。で味はですねめちゃくちゃバームクーヘンのチョコレートって感じがしたよね。バームクーヘンにチョコレートがかかった感じね、感じやったら甘々スイーツ、甘々スイーツって感じがしましたね、うん、あと箱にもね手紙がついてたよな。今回カズハとヘイジ、まあ、今年の映画ですごい活躍するから、うん、で箱の底はヘイジがいました。はい、じゃあ行ってきました。はい、え、どうやったらもこさん初めてのミステリーです。めっちゃ楽しかった。まだサンジとは違うかったやろ。全然違う、サンジはカオスな感じやけど。コナンもコナンでよかった、ミスレスも、まあうん、また違う楽しさがあったよな。でやっぱりね、まあ、恒例にね、まあ、戦闘シーンとかがあったり、ね、さ、そこら辺もすごい良かったし、やっぱ謎解きシーンとかもあったやんか、うん、そこら辺もすごい楽しみだから、結構ゲスト参加型の、そうやね、そうやつがして、まあ、コナン知らんくても楽しめた。あ、全然楽しめた。初めてモミジのキャラクター知った、うん、どうやった？かわいいね、もみじちゃん。あ、そう、うん、結構、まあまあ、そっか、人によるかもな。あ、ほんま、あ、私、あの、結構、あの、なんツンツンしたキャラとか、お嬢様系のキャラ好きやから。あ、だからか、うん、俺はカズハの方がまだ良かったなって思った。あ、そう、今回ね、ドリンク頼んだらコースターもらえるんよね。うん、でこれちょっと開けていきますよ、うん、アクリルコースター。誰が欲しい？ハンザーさんかな。絶対出へんと思うけど。いくで、うん、お、あ、待って、ほんまに来た。もみじちゃんやん、ちゃん、いいやん、かわいい、もみじちゃんね、もみじちゃん、ヘイジ、ヘイジ。あ、今日ドリンク飲んだの2人出たね。あ、ほんまや、そんなことある？え、そんなことある、うん、逆に奇跡ちゃうこれ。確かに、ヘイジとモミジっていうなんかちょっと不穏な感じだけど。カズハいないのはちょっとあかんな、うん、ちょっとカズハ一応俺ほら見て、服カズハの。あ、おい、まみちゃんがじゃあカズハの代わりで。そうそう、俺一応カズハやから大丈夫、大丈夫。一応不穏な空気じゃないから。ほら、モミジとヘイジとカズハ。あ、いいじゃん、ヘイジ。あとね、まあスイーツもね、うん、一応買いました。はい、うん、でこれも一応ね、まあ、買うことができるので皆さん買ってください。あの、これはあのチケット予約するときに一緒に買わないと買えない。そうそう、なんか当日行って買うとかできないから、そうそう、そのことはぜひ覚えてください、ね、で、あとね、もうコナンのミステリーレストランの隣にさ、ロンバースランディングテラスっていうかあれやんか、うん、あそこでコナンフードが出てるから、それちょっと食べに行きますわ。はい、ゴー。で、ロンバースランニングテラスのね、こちらのコーナーのメニュー食べていきます。めっちゃ可愛くない？可愛いね、美味しそう。一軒やってる時やね、うん、これなんか一軒やってる時やね。ああ、食べよう、あったかいうちに。うん、嘘やろ、一軒やってる時やね、これ一軒って。え、シュートスタイル。シュート、いただこうか、うん、カレーやね、やってましょう。じゃあいただきます。はい、すごっ、うわ、うまそう、見て、え、すごい、うん、これも俗に言うシーフードカレーやな。うん、めっちゃゴロッと入ってる。そう、海鮮がめっちゃ入ってる。エビと、エビとホタテかな、他は何か入ってるわ。うん、あの白身魚、白身魚、白身魚。白身魚も入ってるわ。あとこれ、ちゃんと福神漬けみたいなの入ってる。うん、紫キャベツ、うん、じゃあこのこんなの一軒食べていい？うん、グミ、うん、パンいただくわ。
なんかこれガーリックトーストのフランスパンって感じがするわ。めっちゃうまくないこのパン。おいしい。で俺ちょっと思いついたけど一個いってみ、うんうん、一個ミステリー食べたい、うんうんうん、これねあのカレーにつけたらおいしいと思う。なんでちょっとつけるわ。いただきます。ごめんカレー食べすぎてちょっとルー少なくなってるから味分からへんわ、でも多分美味しいと思いますよこれカレーにつけたら。じゃあ俺ちょっとこのホタテ炊いていい、うん、ホタテえいいのこれいって大きいね一番のメインやで、うん、でちゃんと蝶ネクタイあるでこれちょっと俺ちょっと声かいていい、前ご飯を買いに鍵を持たずに家を出て10分後に帰ってきたら鍵閉められてて家に入れなかった犯人はおばあちゃんです。ここにフッキーやんなフッキーやんな。うんはいじゃあごちそうさまでした。はい豆茶の通常は5です。おう文句なしは違った。コラボ関係なしに絶対人気出る。味美味しかったよね。味美味しかった。中になんかシーフードも入ってるし。ヨコさんは4かな。4え、何どうやったの。美味しかったけど、パンがちょっと重かったかな。あー、なるほどね。カレーパンが、カレーのパンが重かった、ちょっと。カレーとパンが好きな人と嫌いな人別にいるからね。いや、そういうことじゃないけど、うん、あなるほどね。パンとカレーがあんまり、あれ、絶対見ると美味しかった。違う、パンがでかくて重かったってこと。ああパンがでかかったよね。うん、そうそう、うん、カレーの器になってたパンがね。ああ確かに結構ボリュームあったよね、うん、でこれ見て There is always only one truth 意味わかる？分からん。真実はいつも一つってこと。で次はこちらのコナンといただくわ。めっちゃうまそう。これホットかアイス選べるよね。いただきます。うわすごい甘っうまっ。これさ結構甘いベリーティー。結構甘いね。思ってたより甘い。そうなんか想像の10倍ぐらい甘かった。これアイスの方がうまいかもしんないな。あ甘さ的にね。甘さの度合い的にホッピよりアイスの方が合うタイプと思うわ。でも俺美味しいでこれ。うん私も好き。ゴロッゴロミックスベリー入ってるわ。うんはいじゃあごちそうさまでした。はいで豆ちゃんの勧めるは3.5 です。おなぜでこれやけどさ、まあ、ベリーの甘さがあって美味しいのは美味しいけどさ結構甘いのよね。だから甘さが蓄積していくかなって感じがした。なるほど。だからもうアイスで頼んだ方が良かったかもしれない。あそうやな。ボブさんは4かな。あ4、うん、なんでまあ甘いけどアイスやったら美味しいやろうなってアイスで飲んでみたい。次はアイスやったら絶対美味しいタイプのやつと思う。やっぱこういうベリーティーはアイスが美味しいよな。結構今までの経験から、うんうん、でこれ見て I'm a Holmes Apprenticeって僕はホームズの弟子だからって書いてるやんか、うん、そうコナンかもともと平成のホームズ目指してけど令和だったから今令和のホームズ目指してるんだよ。でそれ言ったらね僕さ前さ白状のやつやなって言ってたいや時代には逆らえへんかなと思ってまあそうやな時代に変えていかない、うん、そう時代に変えていくのがコナンズやから。はいじゃあ今日はですねコナンのミステリーレストランとまたロンバースランディングテラスのねフードをね紹介しました。はいで俺的には去年のミステリーより俺好きやった。あそう、うん、結構まあ去年ね見た方は分かると思うけどランネーちゃん出てたんですよね、うん、で今年あの意外とランネーちゃん出なかった。あびっくりした私出ると思ってた。そう俺も出ると思ったけどランネーちゃん出なくてびっくりしたけどさ、うん、あとはその安室さん、うん、もういつも出てる人気キャラクターも出なかったびっくりしたけどさ全然平次とカズハとあとはモミジさんだけで、うん、めちゃくちゃ面白かった、うん、この3人だけでちょっとびっくりしたけどね。この3人って組み合わせがいいんちゃう面白いんちゃうまた確かに、ランネーちゃんとか入ったらちょっとカズハのことをちょっと抑えそうな感じがするな、うん、まあとか言ってまあでもこの3人のこういうなんかラブコメみたいな感じが見れるから、うん、すごい楽しかったですね、うん、でまあ今年の映画はですね一応平次とキッドも出てくるんで、それもすごい楽しみですね、うん、ではそんなこんなでね、このまま見てみるんで、これからもいろんなね、ユニバの動画を上げるんでね、チャレンジとかできるから、そして続けることもお願いします。じゃあ、バーイ。